おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。今日はですね、日曜日恒例の、日曜ユンタク雑談ということで、今日もね、撮り直しなしで一生懸命、まあ10分ぐらいの動画をですね、ユンタクしていこうと思います。日曜日はですね、まあちょっとこう普段よりも深い話をですねやっているとい う日曜日のユンタク雑談一発撮りなんですけれどもね、今日もですねグダグダにならないようにユンタクおしゃべりをですねしていこうと思いますので、皆さんお時間ありましたらですね、コーヒー飲みながら、まあ朝なんで、あと何でしょうかね、ティーでも飲みながらですね、すごいアバウトですね、コーヒーとかお茶飲みながらですね、お付き合いください。よろしくお願いします。今日ですね、僕が日曜ユンタク雑談のテーマとして、今こうふと思い浮かんだことはですね、皆さん沖縄県外の皆さんはですね、もしかしたらまあちょっと馴染みがない話かもしれませんが、沖縄はですね、世界のウチナーンチュ大会というのをまあやってましてですね、これね改めて調べたんですけれどもですね、世界のウチナーンチュ大会というのはまあ本当にね、沖縄をルーツに持つですね、こう人たちがですね、世界中にたくさんいるんですよ。まあ本当昔はね、まあ沖縄というのはとっても貧しい島国でね、まあこう沖縄だけでは暮らしていけない、経済的に厳しいという人たちがですね、やっぱりこうまあ生活をですね、まあ助けるためにですね、今ちょっと唾が飛んじゃったね生活を助けようと思ってですね、例えばブラジルとかハワイとかね、他にも本当に世界中各国にですね、その世界のウチナーンチュ、まあ沖縄をルーツに持つ人たちがいて、今はですね3世とか4世とかね、 5世までいますかね、とにかくねもう本当にそういうルーツを持つですね、こう人たちが世界中にたくさんいるんですよね。それが今年ですね、また世界のウチナーンチュ大会というのがありまして、調べたところ今回がですね7回目の世界のウチナーンチュ大会になるということで、第1回目のですね世界のウチナーンチュ大会はですね、1990年平成2年に第1回目の世界のウチナーンチュ大会がありまして、それからですね調べたところですね、おおむね5年に1回のペースで行われている。このおおむねっていうのがいいですね、大体5年に1回、ちょっと沖縄らしくていいですよね。カチッと例えばオリンピックみたいに絶対に4年に1回やるわけじゃなくて、まあアバウトで5年に1回ぐらい世界のウチナーンチュ大会やりましょうねということでですね、今年はですねこの世界のウチナーンチュ大会がですね、前夜祭が10月の31日にありまして、本大会が10月の31日から11月3日までということなので、まあ僕が今この動画を撮ってるこの時期にですね、第7回世界のウチナーンチュ大会が行われているということで、まあ僕はまあその何ですかね、これを伝える、まあ、アンバサダーとかじゃないので、もしかしたらね、皆さんね、興味を持った方はですね、僕もちょっとこうね、こう結構ガチッと調べてるわけじゃないので、興味がありましたら世界のウチナーンチュ大会とですね、まあこう Google なんかでね検索して調べてみてください。まあそれでね、やっぱりこう本当に沖縄をルーツに持つ人たちがね、本当に世界各国にはいてですね、今日ね僕練習、このこっちのカラオケ屋さんに練習に向かう前にねラジオで聞いてたんですけれどもね、やっぱりラジオのパーソナリティの方もですね、やっぱりこうやってね世界のウチナーンチュ大会というのを日本でやっているのは唯一沖縄だけなんじゃないかとね、沖縄だけでしかでね、こういう世界のウチナーンチュ大会っていうのは、世界のね世界をねこう股にかけてね頑張ってる人たちをこうやって一堂に集まってくるというのはですね、この沖縄に集まってくるというのはですね、すごいなと思うんですよね。もう本当に4世とかね、もしかしたら5世ぐらいまでね、こうルーツに持つ人たちのね3世4世ぐらいになると、
はっきり言って、まあ、例えばもう沖縄というねこう島についてですねほとんど知らないと思うんですよね。なのでまあこうねわざわざ沖縄まで来ることはないんだけれども、こうやってやっぱりね皆さんね世界各国の人たちが沖縄に来るというのはですねやっぱり第一声初めてこの世界にね移民された方たちのちむぐくるというのがですね非常にですねもう本当に次の代まで受け継がれてきて、ああおじいちゃんおばあちゃんたちがルーツに持つですね、ねこう沖縄という島国はどういうところなんだろうと思ってですね沖縄に遊びに来る、ね、集まってくるというのはですね非常にねこうなんかこう感慨深いものがありますよね。やっぱりこう沖縄のちむぐくる、ね、沖縄のこの温かいハートというのはですねどこに行っても変わらないものなのかな、大切にしなきゃいけないものなのかなというふうに、僕は改めて思ったんですが、その中でね、まあ、僕が今日この日曜ユンタク雑談で、まあ、少しお話ししたかったことはですね、僕もねやっぱりこう今は沖縄にね、もう暮らしてますけれども、まあ、こちらでも何回も話してきましたけれどもね、まあ、僕自身はですね、6年間ぐらいね、九州でね、学生時代を送っていたりとか、または大学の頃の、まあ、大学卒業してちょっとぐらいまでの、まあ、僕は、ごめんなさいね、詳しく言うと、大学は卒業はしてないんですけれども、まあ、一応こう年齢的に、まあ、僕が、まあね、ちゃんと卒業したというふうに数えると、まあ、僕が大学卒業するぐらいまでの年齢までですね、僕は東京で5年間ほど暮らしていたので、やっぱりね、僕自身はですね、まあ、いろんなところを、まあ、こう、経験してきたんですよね。そして生まれはですね横浜なんですよ。横浜、これも不思議でしょ。なんでうちなんちの僕が横浜にね、こう横浜で生まれたのかというと、なんかこう、まあ、ある話によ よりますとですね、うちの、まあ、亡き父と母がね、まあ、こう本当はですねカナダにね移住したかったそうなんですよ。まあ、なんかこうなんかいろんな、ね、話があるんですけど、なかなか沖縄を離れてねこうカナダに行きたくてたまらなくてですね、2人でですね実は沖縄を離れて横浜でねちょっと出稼ぎというか横浜でねお金を稼いで、それからカナダに移住しようという計画をされて僕の父と母はしていたみたいなんですよね。その時に、まあ、こうお金を貯めてさあカナダに行こうというふうに思っていた時期にですね、僕が、まあ、こう、 うちの母のねお腹にできちゃって、その時にねもう周りの親戚からもう電話があって、せっかくね子供が生まれるんだから沖縄に戻ってこいと大反対されて、まあ、うちの父と母はですねカナダに行く、本当は移住するつもりだったんですけれども、まあ沖縄に戻ってきたということで、まあおそらくね、まあいろんなねこううちの父と母のね物語があったと思うんですよね。こうねこうやっぱこう沖縄をどうしても離れたいというですね、本当ここで言えこういうこと言えたらいいんですけど、なかなか言えない話なんですよ。言えない事情があってですね、やっぱり沖縄を離れて、カナダに行こうっていうねこううちの父と母のねなんかこう思いがあったみたいなんだけれども、まあ僕が、生まれたことで、僕がお腹に宿ったことで、まあそれがいいことか悪いことか分かりませんが、とにかく沖縄に戻ってきて、僕は横浜で生まれ、そして半年ぐらい横浜で生活して、沖縄の、実は那覇のね、アパートというかマンションでね僕は少し生活していて、当時のね僕が赤ん坊の頃のですね写真が残っておりましてですね、今もうないかな、そういう写真がね当時あったんですよ。でよくねうちの父はですね、お酒に酔っ払った時はですね、本当はカナダに行く予定だったんだけれどもな、今頃カナダに行ってたらどうなってたんだろうなっていう話をですねたびたびすることがございました。僕自身ねなんかこうそういう、まあ、こう生まれだったからか分かりませんが、本当にねそのおかげでなんかこう一つのところにとどまらないでですね、いろんなところを転々とするのが大好きなですね人間になってしまったのかもしれません。僕がそういう運命だったのかもしれません。で僕自身ね、まあ、やっぱりこうよくねこう九州に住んでた頃、
そして東京に住んでた頃はですね、やっぱりこうもう本当に物心つい本当に中学校ぐらいからもう小学校卒業してもう沖縄を離れていたので、僕自身がね沖縄人であるということをなんかねちょっとねあんまりねこう飲み込めないところがあったんですよ。やっぱり九州にいた時は長崎弁だったし、東京に行けばねそういう東京とかね、神奈川の友達なんかもね、そして大阪とかね、そういう本当に各地の友達がいて、自分のルーツっていうのが果たして何なんだろうってね、こう戸惑うこともあったんですけれども、やっぱり時間をかけてですね沖縄に戻ってきていろんな経験をすることでですね、今思うことはですね、なんかね僕が今ツアーをできていることはですね、やっぱりこうおそらく学生時代に九州で生活していたり東京に暮らしていたからこそ僕はねツアー回りができる気がするんですよね。そしてなんかこう今僕沖縄に住んでるでしょ、だからね沖縄うちなんちとしてのアイデンティティもですね僕は今しっかり持ってるんですよ。なのでねなんかこうやっぱりねツアーミュージシャンというのはなんかこうただ歌がね上手ければいいとかね、いうものじゃないんですよね。こうただ歌が上手いとかギターが上手とか、だからだったらツアーミュージシャンできるかって言うとなかなかできないんですよ。沖縄にはですねやっぱ素晴らしいミュージシャンたくさんいるんですよね、僕の友達にも。でもなかなかツアー周りをまで行かないというミュージシャンはたくさんいます。それはですねその人のスタンスなんですよね。でもやっぱそういう人たち見たらですね沖縄にとどまらないで県外でツアーしてほしいなって僕は思うんですけれども、でもねツアーをするというのはですねやっぱりそういう技術がいるんですよ。例えばブッキングをする、そういうですねやっぱりこう人と人とのつながりをですねやっぱりこうつなげていく、まあ、技術というかそういうのをですね、やっぱりしっかりやんないといけないし、やっぱりフライヤーも作らないといけないでしょ。そしてやっぱりこう各地の皆さんとお友達になっていくというのもですねやっぱり一つのですねこうやっぱりこの大変なんですよね。僕はやっぱこう県外の人たちとお友達になれるねそういうコツを僕はですね僕なりに持ってるんですよ。まあ逆に言えば友達になれるということは喧嘩をするんですけれども、でもそれも含めてですねツアー回りができるっていうのは一つのですねなんかこう僕のですねミュージシャンの演奏だけじゃない自分のですねスキルなんですよね。だから僕はね今改めて良かったなと思うのはツアーミュージシャンとしても僕は今頑張ろうと思えるし、沖縄の拠点にして活動することができるっていうね、そのね、まあ、いわゆる二刀流、ツアーミュージシャンとしての山田バサラ、沖縄の拠点に大交流会というイベントもできる山田バサラ、これねこの二刀流で やっていけるというのは僕の強みかなと思ってますのでですね、これからですね、まあ、僕はですね、ますますですねツアーミュージシャンとして、そして沖縄を拠点に活動するミュージシャンとして頑張っていけるんじゃないかなというちょっと自分にで、まあ、少しまあ、こう期待を持ってます。なのでそういうことっていうのはこう焦ってはいけないので、まあいろいろねこう動いていく中で人とぶつかったりそしてトラブったりとかね、まあそういうこともいろいろあると思うんですけれども、それも含めてですね、まあこれがツアーミュージシャンなんだ、これがツアーなんだ、沖縄を拠点に置くとこういうこともあるけれどそれも楽しんでやっていこうぜというふうにねこう最近思うようになりましてですね、まあ改めてこの時期ね世界のうちなんち大会があるよということでね、まあ僕自分をこうね自分のツアー周りとちょっとね、まあ、親和性といったら変ですけどそれとちょっとこう重ねながらですね、俺がツアーでできることうちなんちとして、そして沖縄を離れていた生活を経験している山田バサラとして山田としてこうなんかできることがあるんじゃないかなというふうに改めて思いました。はい、ということでやっぱり沖縄の血ぬぐくるっていうのは大事かなというふうに思いました。本当ね、まあこれをですね世界のうちなんち大会でね、こう沖縄に訪れる方が見るかどうかは分かりませんが、まあ皆さんうちなんちの山田バサラも頑張ってますのでね、本当に皆さんご先祖様がいてこそね僕らは生きていけるので感謝してね、頑張っていきましょう。はい、ということで、まあ日曜日ね皆さんね、楽しい日曜日をですね休日をお過ごしください。はい、ということで今日も一日さらばんじ。